乗ると帽子を振ってくれた戦友姿も遠ざかった。緑の敷地の山々や町も見倒しを立てて帰る日までしばらくのお別れだ。遠ざかりゆく基地を眺めながら甲板の上に換算後を休憩している乗組員たちの感慨はひとしお深いものがあるであろう。折から基地に停泊中の威風堂々たる我が丸々艦隊が我々の出航を見送ってくれた。海の太陽の明るい輝きも爽やかな潮風に吹かれてする煙草の味も満喫できるのは今しばらくだ。7時5分前作戦準備の命令が降りた。艦内障害外山配備、艦内収束方法。もはや見張り員以外の人々は再び基地に帰る日までこのように楽しく明るい太陽の光も新鮮な空気も心よい潮の香りも甲板の上で味わうことができなくなる。名残を惜しみつつ入るハッチは固く閉ざされる。荒波しぶく環境上、眼鏡を除く二つの目は両方たる太陽の果てにたゆみなく注がれる。数日か幾日か続けねばならぬ苦難の索敵行が始まる。上場だ。なあじも軽い。力強い悲惨の轟音は闘志と希望に弾んで艦内に伝わる。娯楽の少ない潜水艦生活にとって食事は最大の慰めである。衛兵や交通省は毎日の献立に苦労する。新鮮な野菜、お魚、電気釜からはほのかな食欲をそそる香りが館内を流れる。初めの間は食事は楽しく、また素晴らしくうまい。我々の食欲も極めて旺盛であった。しかしそれは清涼品のある間、つまり新しい魚や野菜のある出航後数日間だけである。
やがて毎日毎日缶詰の生活が始まると食欲がどんどん減るから食える間に食っておいた方が良いでしょうと電気長が笑っている。潜水艦の食事は艦長から水兵さんに至るまで皆同じである。一連卓上の乗組員にとって最級の上下とあれ全員全く同じ家族のような和やかさである。